これいいじゃん。あえてこうやってさ、尖った YouTuber ならやるとこって腹文字が。そういうしょ。チェイス。どうも、アクシデントとしょちゃんと。ありがとうございます。はい、ということで今回なんですけど、はい、こちらサイコロステーキがこちら100個あります。うん、何かっていうと、早くくんサイコロステーキぐらい100個いけなくてどうすんだよ。怒ってる、え、怒ってる、怒ってる、切れてるのかな、怒ってない。早くんでも、いや、ちょっとごめん。いや、いいんです、そういうキャラクターで立ってるんで、そう言ってもらわないと。まあ、颯君はね、まあ、最近こそ上々ですけども、ここ3年間の総合成績で見てきた時にやっぱり負けが多かったっていうイメージがついちゃったんですよ、この2、3年で。そうそう、それをやっぱり覆すのってやっぱ大変なの、うん、どうやってそれを皆さんに俺も食べれるんだと。今なんで来ますよ、早く食えなくねって。一般に比べたら食えるよ、野球部に比べたら食えないと思うけど。あ、まあ、そう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 、ね、その、はい、それをどう覆すか、うん、食うしかねえんだよ。間違いない。結果を残すしかない。そうですね。この前俺辛味チキン100個挑戦したんですけど、30個しか食えませんでした。はやてこれ、うん、カロリーだけで言ったら言いませんけど、うん、いけます。あ、もう俺の食えるカロリーではいけ。ただこの油ぎっしゅなね、このサイコロステーキを100個連続で食うってところに耐えられるかっていうね。なるほど。でもこれ食えばもうはやてくんは一流 YouTuber です。YouTuber、100個 YouTuber の端くれにはなれると。でもこれもし食えなかった時はコメント欄あります。あらあああ、というわけで、まあ気楽に、まあ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 、気楽に、二日酔いなんですけど、すいませんね。ということでちょっと期待の目でカメラ裏で見てます。はい、頑張ってください。わかりました。ちなみにルールちょっと遅くなりました。ルールは、あの、時間制限なく、とりあえずもうまず限界まで、ペースはまあ当分で。なるほど。早速やっていきたいと思います。それではいきます。もうクッソ自信はあります。あるんだ。めちゃくちゃあります。でも君ならできると僕も。なんで否定から入ったらいいな。前回も翔ちゃんに、まあ、あのカロリーは伏せたなんですけど、うん、聞きます。今聞いたらどうなる、やばいかな。でも逆にモチベーションは上がると。じゃあ聞いとこう、逆に。約1600キロカロリーぐらい。はいはい、君もう1個50とかだと思ってた俺。最高最高、任せてくださいよ。で、まあ、時間は1時間以内に終わらせたい。おお、ちょっと、まあ、意外と現実的かなと思う。おっしゃ、いくか。それでは用意スタート。いただきます。お力失礼します。一口で。どうですか。うまい。うまい。軽い。全然しつこくないよ、今のところは。硬い。2個だよ、硬い。顎がね、疲れちゃう。あ、一応声もあるんで、欲しかったら言ってくださいね。あ、用意してもらっていいですか。あー、1列終わり。早い。じゃあ、ちょっとこっから飲んで。マヨネーズでも何でもあるから。馬地村もあるよ。バロじゃなくて、馬地村ですか。そう、馬地村だっけ。馬地村ちゃんとね、後ろに書いてある。ちょっと、え、もう20個ですか。あれでさ終わりますね。これ尺大丈夫、尺尺ちゃんと作って。おい、3分45秒。いやいや、1時間チャレンジじゃない、30分チャレンジじゃない、いかないって。さすがに100個まで楽勝ではいけないでしょ。まあ、そんなことはないと思う。山場があります。そう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 。あの、結構さ、俺らさ、有名になったらさ、俺らの勝負仕掛けてこいやって言ったりしたり。負ける言うたら負けるやん。ある人しか来ないか、そしたら。もう学生と戦いたいね。あ、高校生。あ、一番野球部、サッカー部、バスケ部の3人1人ずつ野球とかも。この炊飯器についてやってる。はい、30本目。早っ。はいやー。うん、これはね、やばいかもしれない。やばいかもしれない。入りました。やばいかもしれない。米に手を落としたとか言うのさよ。30個到達したところで終わりですか。終わりですか。うん、めちゃめちゃ30で止めたがるじゃん。すごい30で止めたがるじゃん。え、満腹じゃないでしょ。いらないでしょ。ああ、そうそうそう。じゃあ、まあ、これを言ってしまうと本末転倒なんですけど、冒頭で言った通り、二日酔いなんで、あ、うん、1個目からいらない。じゃあ、俺も。いや、俺は。帰ってきてなかったらごめんね。はっ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 。もう半分に到達しようとしてるよ。10分26秒で。すげえ。大丈夫、はい、味に飽きました。うまじ村でございます。なんか違いました。でしょ。うん、あれ最後くん、ほー、生わさびおろし、ほー、マヨネーズ、ほー、カシスミクールだ。ちゃんと調べたから、向井酒を忘れたみたいな。
後悔しますって言われて。逆にもう半分あるでしょ。もうあれよ。だってまだ30分経ってないし。16分。おいやいやいや。一回全部ポコドコドコってやるターンあってもいいかな。70個目ぐらいからでしょ。1個くて2個戻す。そういうキャパじゃないんだよこれ、ね、気持ち悪さ。うん。お湯割り。よっしゃ。はい。23分。ああまあまあまあ。そろそろ尺的に服にこぼす頃かな。さあ後半戦に行ってみよう。炎投げる。あれってすり抜けて取られたの。なんか俺そのシーン。いや拍手はねえんだよそれ。無理なんですか。まだ無理って言いたくない。せめて時間かけても達成できたらそこはやっぱ違う。必ず終わらせてやると心に誓ってやる。ちょっとだけ本気モードになるので画面一瞬だけ見切れます。はい、70個目が終わりました。71個目かい、うん、挑戦しますか。しません。違う違う。ハッピータンク。あ、俺ハッピータンクなら100個切るかもしれない。また厳しいと思うけど、絶妙だからな。あ、一人で行くか。行くか。手みたいな。すんだよ、お前、お茶もう。突っ込んでくる。じゃあ、まだ行ける。判断基準は特殊すぎない。俺飲みすぎだ。味濃いんだって。飲み込めない。いい服出るからね。いや、服よくすっごい。さあ、80個目。あれ、知らぬ間に消えてた。15分ぐらい食べようってない、そこの人。もう終わりやん。実質終わりっす。残り20個。実質ないんですけど、手はつけられないって感じですよね。とりあえず1個食ってみ。とりあえず1個食ってみ。とりあえずスタートを切ればどうにかなる。で、俺食べると端数ってキモくね。端数か。そうそう、端数キモい。で、偶数キモくね。いや、それゼロ、ゼロ。だってね、あ、そうだよ、そこでやめれねえんだよ。マジで。YouTuber そこでやめるやついないよ。いないよ。俺が YouTube 界に新しい風吹かせていい。ここでやめる。悪い意味じゃないですか。あー。あれ違う、すっごい長いでない。あー、胃がキリキリしたな、今。キリキリマーキリキリマー。うわ、2時間。そしてあと7分で日付またきます。よくないです。まあ、こっから1時間いいじゃない、やめちゃっても。おい、やめろよ。10までいっちゃえば、10までいっちゃえばって思うじゃん。違うんだよ。いや、そう、きつそう。それはきついと思うよ。ああ、どうする。何その言い方。許せねえな。悪魔だ、悪魔。しかめたよ。さあ、今来たら食べきるのがセブリーでしょ。そうだよ。でもな、やっぱり胃っていうのは正直なもんでよ。俺はもう今すぐここでやめて料理に入ってる編集したりしたいんだけど。食べたよ。天使がさ、ダンドルっていうのがあるから。どっちにしろ悪魔じゃない。何だったの。いや、もう怒らちゃった。水どれだけ飲めることがやってる。実は裏では。でもそれの方がもうお前家に入れてっかで、ね、2キロ入れてるんだもんね。 2.5 ぐらいは飲んでるよ。お前肉自体は1キロちょっとしょ。お前誰入れてんだよお前。だから実は俺キャパすごいのかもしれない。食べれないんだって水ないと。何何無理。何全然無理。残り14個だよ。お前14個だよ。全然無理。食べましょう。試しに1個食ってみ。試せぬ。試せぬ。じゃあ終わり。あ、終わりだ。終わりだ。終わり。俺はもう無理だ。終了。お疲れ様でした。長かったな、決断まで。いやー、ほんと、壁高すぎる。記録、86個でした。いやー。さあ。86個はどうですか。いや、いい記録だと思います。どこよ。これでいいの。ホテルまだ調整会あるよ。いや、乗りつけた。これが多くになったらお前だから。はい、お疲れ様でした。本日もご視聴ありがとうございました。ということで、惜しくも100個達成ならずという結果になってしまいましたが、本当にきつかった。許してくれ。ということで、次回のアクションタズは僕らも挑戦します。超大盛りペタマックス。どんな結果になるのか分かりません。だって今食べてるからね。今も企画撮影中だよ。
食いたくねえよー。